皆さんこんにちは。こんばんは。心リンクゲーマーズベイ君です。おかめです。僕の彼女が成仏するまで続きいきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてとうとうね、前回、はい、ラスボスと思われる、はい、カンナちゃん登場。そうです、カンニャが来ましたね。そして今回なんと、はい、何が起こったかよくわからないが、カンナちゃんとのご飯の時だそうですね。ご飯誘われちゃったんで行ってる感じですね。とりあえず行ってみます、はい、多分ねお金の金づるとしてね、そうですね、私たちは使われるんじゃないかと読んでおりますが、はい、行きましょう。10時56分、トン、はい、学食かなこれ。おお、ママカカオカカカカオカカ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 ニワトリかお前カカカカカカカみどりちゃん可愛いね、やっぱね。みどりちゃん一番いいんちゃう。この子にしよう。いやいや、彼氏いるからね。もう何言ってんだよ。彼氏いるから。関係なくない？え、関係あるよ。いや、みどり。久しぶりだね、元気。まだ。まことちゃとい、あ、チョコいる？チョコか。さっき買ってきたんだ。オッケーオッケー。あ、ありがとう。チョコなんて久しぶりに食べるわ。さやはチョコ毛嫌いしてたからな。チョコ毛嫌い。覚えとこう、これ。チョコ嫌い、オッケー、チョコ嫌い、ね。覚えときましょう、これ皆さんね。教えてください。毛嫌いってどういうこと？確かに。食べないじゃなくて毛嫌いって嫌い、見ただけでなんかうーってなるってこと？こんな感じ。でもバレンタインとかダメじゃん。てかさ、期末の範囲ってどこだっけ？ね、お、ピロン。はい。あ、メッセだ。来たよ。あ、明後日の水曜日。明後日の水曜日空いてる？あれ？今度って言われたんだっけ。今度か、うん、ごめんなさい、間違ってました。間違ってますね、じゃあ、さどうでもいいですよ、カンナのこと。あ、行きたい店あるんだけど、食事に行くない？うんうんうん、いいよ、何の店？行ってからのお楽しみで。うぜえ。じゃあ、13時にバラ塾で。どうしたの？あ、元カノのカンナ、緑知ってるっけ？名前だけはマコトから聞いたことあるかも、うん、どうかしたの？いや、最近偶然飲み会で再会してさ、明日会うんだよね。ほぉ、なんだよ。元カノからの連絡ね。なんかあるね。さすがみどりちゃん、女だから女の勘は。さすがです。やっぱありますよ。やっぱこの子ですよね。うん。なんかあるだってどういう意味？いや、絶対なんか企んでるって。女って怖いんだから。いや、まあカンナは結構苦労してるし、たいい人だし。もうやめてー。もうダメだ。騙されてる男はみんなこう言うのよ。まこと、ほんまもう全然こんなこいつ。あれ、緑を信じて。うん。チッチッチッ。頑張れ緑。は？甘いね、考えが。素晴らしい。はあ。まあ、とりあえず女は怖い生き物だと思っといて。ナイスナイスナイス。了解です。さあ、ビキューやろう。いいね。いや、もうみどり先輩に、うん、もうほんと、頭上がんねっす。上がんないっすね。うん、上がんないっす。さあ、6時23。尊敬するっす。経済学、マジわかんねえ。わかんねえじゃねえよ。ピローン。メッセージ。あれ、さやからだ。お、さやちゃん。いや、さやちゃんからも頼む。言ってやって。行ってきます。どこ行くね。どこ行くね。ちょっと行ってきます。もう行った後やろ、あんた。どこに？もうそこで以上行く場所ないと思う。そう。うん、ん？行ってきます？うん。なんで返信しよう。え？なんでどこ行くの？うん、まあ、下行きましょうか、普通にね。聞かなんかやのこれね、うん。なんでどこに行くの？ごめんね。うん。こっちの世界のことだから。うんうんうん。このあと数日間、誠くんのそばにはいられないけど。ヒントなし。マジか。連絡はできるから、心配だしないでね。俺のそばにいられない？なぜだ？あ、なんか手続きがいるんですよ、きっと。かな。成仏する時の手続きが。向こうに入居するから。それで行ってきます。そう、手続きするんですよ。そうだ。いつしかさえが俺のそばにいるのが当たり前になっていた。そうね、まあまあね、その気持ちもでも確かに。いつもさえが俺のことを見ている、そう思っていたんだ。さえ大丈夫かな。なんか現実的なことになりましたね。大丈夫、緑先輩が助言してくれますから。そうやね、その役目として緑先輩が担ってくれるので大丈夫でしょう。さあ、困ったら緑先輩に。これも次の方いきましょうか。あ、いっちゃう？いいよいいよ。34日目トーン。はい、5時40分お疲れ様です。あ、まこと、マジか、振った女来ましたよ。そんな言わんといて。はい、あの告白を断ってからこうしていると会うのは初めてだった。うわ、初めてやって。あー、ちょっと緊張する。元気？
しかもバイト先やもんね。そう、気まずいんだよねやっぱね。てんてんてん、まことゆり、二人で行ったのかな。俺たちの声が、あ、なるほどね、俺のたちの声が重なった。なに、ゆり先でいいよ。じゃあ私ね、今月でこのバイト辞めようと思うんだ。まあそうなるよね。あのね、そう、どっちかがやっぱ辞めるっていう決断に至るのはしょうがないと思う。しょうがないね。多分でもユリは悩んだと思う、辞めることを。でも誠は全然気づいてない。なんかひどいな、そう思うと。この男マジ鈍感すぎね。この男一番勘なんだろう、デリカシーがない。この男落としめろ、やっぱり勘内の力使って。うん、なんかさやちゃんもったいない気がしてきた。3コマ乗ってきて、うん、3コマ乗ってごめん。もう思ったこと言っちゃうからさ、なんかもう気持ち高ぶると人の声聞こえないんだわ。うん、ごめんね。はい。え、そうなの？うん。それってもしかして俺のせいだったり？そりゃそうやわ、お前。あ、違う。うん、それは違うよ。遠慮してる。もうほんまか。じゃあなんで？お金？もうしか？こいつ。まあお金も一つの理由かな。うんうんうん。まさか夜の仕事始めるとかじゃないよな。違うよ、なんで。あ、いや、まあ例がいるからね、うん、友達がね、家庭教師のバイトを紹介してくれるんだ。ほう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 。ちょっと遠いけど、そっちの方が時給良いし、良いし、来たね、今。うん、それにね、今度はちょっとずつ実家にも帰ろうと思ってる。そうか、ここの人たちは優しいから悩んだけどね、うん、あ、マークド君にゆりちゃん、ちょうどよかった。ゆりちゃんの送別会を18日、えらい先やな。うん、そうね、あ、1週間後ですね。いや、もっと先やろ、12日後ぐらい先やで。あ、そうか、18日の夜からここでやろうと思うんだけど、大丈夫。今日9日じゃなかった、ごめん。計算9日じゃないし、で9日やったとしても、もっと1週間もっと先。そうだね、9日先だもんね。どうすまんすまん。え、いいんですか。はい、もちろんだよ、ゆりちゃんにはいろいろお世話になったしね。たくさんシフトも入ってもらったから、みんな感謝してるんだよ。俺はその日大丈夫です。私も大丈夫です、ありがとうございます。じゃあ決定だね、みんなにも伝えておくよ。ゆりに相談してから決めてくれない？日にち、あ、その日私ダメなんですって言って、どうする？わかった、じゃあ君なしでやるよ。おかしいな、送別してねえし全然。よかったな、ゆり。ただ飲み会だから。うん、まさか送別会を開いてくれるなんて思ってなかったから嬉しい。うんうんうん、あ、そういえばね、誠がくれた水筒を使ってるんだ、うん、ほら、おお、気に入ってくれたなみたいでよかったよ。なんでそんな片言なの。うん、保温効果もバッチリ。うめ、ほんとにね、ね、どういたしまして。じゃあそろそろバイト行こっか。お、もう深夜です。バイト終わって23時20分。バイトが終わってくれたら最高なのね。最高やね、うん、お金も入る、時間も一瞬で終わる終わる。はい、あー、今日も疲れたな。さあ来ましたよ、電話やん、しかも行きましょう。はい、と非通知、非通知、非通知出たくないよね。非通知絶対出たくないね、非通知はね。行きましょう。はい、と非通知、誰だろう、そう、超不安、非通知行きます。誰、あいつしかいないじゃん。もう絶対にもう俺全て分かったけど言わないけど、言わないよ、言わないでいきましょう。はい、どうぞ。あ、もし、あのさ、金貸してくんね。もっともっとチャラく言ってくださいよ。え、もし、あのさ、金貸してくんね。は、ちょっとパチンコで負けちゃったから今回40万な。今週の日曜お前んち行くからさ、じゃあな。え、ちょ、ブーブーブー、間違い電話かな、ね、間違い電話で通知せんよね。しないですね。ピロン、今度は誰だよ。はい、誰ですか。で、おさむからか。おさむちゃん、どうした、おさむちゃんやったんか今の。え、マジで、あのチャラい声が、マジで、まこと、どうした、どうした、今週の金曜日カラオケ行こう。どうした、なんかすげえ幽霊っぽい。なんだよおさむ、珍しいな、お前がカラオケに誘うなんて。いいけどさ、いやー、まあいろいろあってさ。何があった、お前なら何も言わずに察してくれよ。
別れたな。彼女別れたんだ。え、これもし、ちょっと待って、まあまあまあ、まあ、待って、なんかすげえやだ。まあ待って、いろいろ考えてしまうけど、もうまだ待とう。まだ待とう。まだ待ちましょう。いろ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 ね、うん、あ、考察はあります。考察その考えを出すのはまだ早い、まだ早い、まだ早い、ね、うん、うん、そんな簡単に言ったらあかんのは。なんて返信する、うん、でも下行きましょうか。そうだな、まさか察しとしても察しがって言ってたから分かったよね、いいんじゃない、で聞けばいいんじゃない、当日に。そっか、私だったら今ここで聞いちゃったら、あい、うん、会うよ。そうやね、察す、察するか、察してあげた方がいい。分かりました、じゃあ上行きましょう。分かったよ、うん、お前ね、ありがとうって言ってくれた、うん、ありがとう、あ、よかった、ありがとう、タクヤもう今から誘う、じゃあな、うん、おう、そう、あのやっぱ積もった話って、うん、あってじゃないと話せないことってある。そうやね、そうやね、だんだんまた誘ってこないでしょ。いやいやいや、楽しみや、ね、うん、タクヤだったら LINE で俺振られちったっつって、次の女見つけに行くぜ、ウェー、次合コンしようぜっていう感じだからまずね、やっぱおさむちゃんは真面目なんで、おさむちゃんは、ね、デリケートなんで、デリケートで。いやでもなんかいろいろありそうですが、が今回はここまでで、これにて終了です。はい。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録窓の方、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。面白いね。もうなんか、いろいろ、いろいろあるよね。まさか、しかも、おさむちゃんが絡んでくるとは思わなかったけど。わかんないけど、でも、なんかこう、予想的にいろんなことがありそう。ありそう。な感じがする。ぜひ、お楽しみに。お楽しみに。ゴールリンクゲームズのデクでした。おかわりでした。バイバイ。